特に整体師の人は聞いてほしいし、整体師であれば相手が元気になるような触れ方が大事でしょ、はい、こんにちは、山崎です。今日はこう触れただけで相手が元気になっていくようなその整体触れ方、人との関わり方についてお伝えしていきたいと思います。特に整体師の人は聞いてほしいし、自分で自分の体に触れる時も同じ。例えば友達の中でも関わったらしんどくなる人と、こいつと関わったらなんか元気になるなっていう人がいるやん。病は気からっていうように、その気の状態が病んでしまうような人間関係なのか触れ方なのか、整体師であれば相手が元気になるような触れ方が大事でしょ、はい、なので今日はこのまあメカニズムについて具体的にお伝えしていきたいと思います。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。 YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は無料のメルマガにさせていただくので、概要欄からメルマガの登録をお願いします。僕の手に触れて僕を元気にしてみてください。元気する？あ、いいよ、なんか自分の好きなように触れてみて。なんかね、握ってるっていう印象になっちゃう、はい、相手が元気になるようにしてほしいな。元気になる、元気になるよ。様子を伺われてる感じ。整体師がお客さんと関わった時に、なんかそっちが様子を伺ってるのよ、お客さんの。お客さんからしたら元気にされるのに様子を伺われてるなっていうのも感じちゃう。だから相手を元気にしてほしい。ほら、こっちが起きました。全然気がない、手に。あ、手にないぞ。気が何も使ってこない。だからこっちが気を気遣わなあかんね、こっちが。違う違う、人間脳で触れちゃってるんですよ、はい、動物はそんな触れ方せん。動物が動物に触れたらその動物は安心するんよ。大脳使ってるなっていうのを感じちゃうのよ。これ組んでこれでマシなもんなんですよ。だから整体師と関わっても元気にならないんです。それはなんかその肉体いじりをしてるだけだから、気持ちがね全然足らんのよ。ほら、ほらこのぐらい欲しいでしょと。こうやってやられたらどう？なんか薄い。それやってもっともっと来てほしいやん。この感覚をたどっていくと、これがこう例えば技になるんだよね。今これが繋がってんのよ、はい、これはなんか急に薄くなった。薄くなったやろ、はい、ってことはそんだけしか気が相手にいってへんわけ。ほら来るやろ、めちゃくちゃ。ほら、俺の伝えたいっていうか関わりたい気持ちがそっちに伝わってるでしょ。こう、これぐらいいかんと相手は元気にならない。これがこんな感じでこうでって言ってもこっちの人届かない。なんか本物のものを伝えたいなっていう気持ちが動画を通じて相手に伝わってるから、その触れる時にももっと人間の大脳神秘質やめて、もっと元気になってほしいなと思ってやってみる。まあ、マシやけど、あれ思い出した。佐山さとる、わかる？ちょっとわからない。タイガーマスク。あ、タイガーマスク。タイガーマスクの佐山さとるの映像、蹴りの稽古で、はい、蹴ってる人がいて、サンドバッグ持ってな、で、よし蹴ってみろって言うねんな、はい、この人が、おいおいって蹴んねんな、はい、もっと本気で蹴れって佐山さとるが言うのよ。はい、おいおいみたいな、本気で蹴れつってんだろ、バシッって言うの。なんか YouTube でもそう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 、あれちょっと見たことあるんですか？あれと一緒に。そっちの蹴る側のコーナーです。本気で顧客と関わってる。そんな簡単に人間の体は変わんないよね。あ、この人といたら元気になるなって言う人になるには、そんだけの気持ちで関わらんと、そんだけの気遣いせえへんと、聞いてエネルギーやから、はい、相手のエネルギーが合わんない。こう多分ね、堀君以外の人も同じで、はい、自分が相手に対して本気で関わりに行くことがないから、相手はあんまり元気にならない。めっちゃ体が痛いって言ってる人に対して、生半可な気持ちで関わってるってことない。施術の技術とか、以前の問題で、その気持ちが相手を元気にするのよ、はい、よし僕に任しとけっていうぐらいの気持ちで、その人がしんどいっていうのはすごい大きい気持ちなんだから、はい、そのくらいの気持ちで関わりにいかへんと、全然エネルギーの求めてるレベルが違うのね、うん、だからまずみんな腰痛やったらどういう技術がありますかっていう、はい、テクニック論に行っちゃうのね、じゃなくてその人の抱えてる問題を受け入れる機会があるかがまず大事、はい、でそれがあっての今度はちょっと技術的なもんなんですね。じゃあ今度はこう出してる、あ、じゃあこうでいいや、はい、こう触れる手をここにね、ここに手があります。ここに対して気持ちをグーッと持っていく。おお、来てる来てる。お、気はすごくある。
お、いいね、いいね、いいね、動いてへんやろ。そうそう。おー、ある、ここにあるね。今度手の甲にしてみ。今度手の甲にあんねんな。まあ、俺の手にもっと関わってきてみ。その間空いてるとこあるやろ。ほんなら、お客さんと触れている面が、こうやったらどう？なんか、先っちょだけでしょ。先っちょだけやろ。はい、その、こう面でさ、関わりに来てくれてる感じあるやろ。はい。こうやったら。あ、なんかくっついたって感じ。くっついた感じあるやろ。はい、でも、押してみ。効いてるやろ。おお、分かる、はい、これが相手に合わせて柔らかいんやけれども際いってるって状態、うん、例えばこう触れますなら今度は順番にこの胸に対してもいきますね。でこうくっつきますってなったらどう、面が広い方が安心するやろ、はい、ここだけより、うん、なんかこれは腕全部のエネルギーまで相手に伝わってるから、これがこうしたら押された、押されたってなって逆にエネルギー奪われるやろ、これは離れてるって感じ、薄いよね、はい、この方がどう、安心するやろ、はい、これだけより、あ、本当ですね、指だけになってなんかここしかないっていう、ここだけのエネルギーなの、はい、なのでこう全体的に触れた方が気持ちいいのね。例えば手のひらが触れてますね。この指のところまで触れてますね。親指の先っちょまで触れてますね。指だけが強いんじゃなく手のひらも間も全部気持ちがあって抜けない、そういう状況でここからこう入ってくる、わー、こう入ってくる、見てくれやろ、これが気が相手に伝わってるんです。相手に向かって全体的にこの触れているところもこう伝わっていくとこう体に効くでしょ、グーッて一気にいきます、うん、はい、っていう風に自分の体に触れる時も一緒で、そんだけの気持ちでいかへんと何にも緩まへんってこと、体がそんだけの気概でいくんや、はい、まずね、だからこう触れるって言った時にもそんだけの気概で触れに行くねん、その方がなんか密着感あるやろ、はい、でなんか自分もそんなにしんどくない、そう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 、はい、そうなんや、おー、いいね、ピタッとした感じあれや、これ繋がってる感覚を自分でも掴んでほしいね、こうやると相手が抜ける、これが気のある触れ方なんですよ。こういう触れ方せえへんと結局触れてても肉体いじりになっちゃって自律神経から緩んだりストレスホルモンが調子悪い時は溜まってるわけですね、体には。それが脳から快楽のホルモンが出ると、快楽が伝わってさらにお客さんの快楽のホルモンが全身に伝わっていくっていう風になるには、こっち側がそういう気持ちで相手と関わりにいかへんと相手の快のホルモンが出ない。自分の体も一緒で、このね、触れている時にも自分のあーここ冷たいなーっていうところに気持ちを集めていきたいですね。セルフマッサージしてる時みんな結構やってますけど、うん、なんかめっちゃなんか部分的なんですね。そしたら普段触ってて何も変わらないっていう人とかは、あ、そうやね、肉体をただいじってるだけでやね、そのこう触れた時にあーこここんな硬くなってたんかーとか感じてるでしょ、はい、つまり自分がどうっていう生き方じゃなくて、はい、相手への意識がいってるわけや、これで感じてるわけでしょ、その時に伝わってんの、はい、例えばこうね、相手の硬いところがわからないみたいな時って相手の硬いのはどこだ、もっと入っていくでしょ、あ、ここやなっていうのがわかるわけ、はい、僕できんねんでしょ、相手の緊張のポイントを探しに行ってんのっていうような触れ方なんですよ。相手の体がより本来あるべき体自然体に近づくように触れてるね。だから僕がただ気持ちを伝えたくって思いっきりやってやろうっていう気の使い方じゃない、うん、なんか確かに今、うんうん、感じてくれてるというか、うん、僕もあのここやってるのはすごい分かる。こうやってこう触れてる時にも相手の体がここまでって言ってるんですね。だからここまでって言ってるところまでしかいかへん、これ以上やるとこって誰やと今めっちゃ嫌です。相手の体がちょうど欲しいところに気を使ってるんですよ。その相手の体が今くらいは来てと、自分がどうしようって言うんじゃない、相手の体が今こんくらい来てって言ってるんですよ。それに合わせる気を使ってる、ちょうどこれくらい、ここくらいは来てって言ってるんです、こういう感じ。不思議と本当になんかピタッとする感じがあって、それは相手が望んでるのに合わせにいってるから、こういう気の使い方ができひんと施術が単なる肉体いじりになっちゃって何にも健康にならへんから、セルフケアをやるにしてもお客さんの体を触れるにしても、触れるっていうのは相手を感じるという行為ですから、相手を感じる力、これが整体師に求められる力、相手の体の奥深い緊張がどこだろう、整体の世界では自分の世界に入ったわけです。
これどういうことかっていうと、こうやったらほら今これあんま来てないでしょ、で相手に働きかけてるの、分かる、はい、気持ちを、俺が、あ、これなんか俺ハマってへんなじゃないな、相手、分かる、そのこうやった時にほらこの角度いいでしょと、これ以上強いとなんかちょっときついなって感じあるでしょ、これはなんかずれてますよねと、なんかマックで言うとこれぐらいやるとなんかほらハマった感じあるでしょ、こっちのこの人差し指のとこもなんか合ってますよねっていう風に相手に気持ちを働きかけるのが整体なんですよ。自分が間違ってるかもっていう風に気持ちが自分に入っちゃうね。そうなると相手への気遣いは実はないってなってしまうんで、その人間関係の基本ができてへん人はやむんです。自分の心が、自分がどうだって方に行っちゃうから、それよりも相手がどうだっていうところに気持ちを働かせると、それだけで相手に元気を送れるような整体ができるようになるんで、そういう気のある触れ方を体得してもらえたらなと思います。この番組が面白いと思われた方はいいねやチャンネル登録をお願いします。